はい、こんにちは。事業専門の税理士川南美美です。本日の動画はみんなわかってるようで意外とわかってない事業主かし、事業主仮りの正しい使い方について動画で解説していきたいと思います。同業に聞いてもね、なんか教えてもらったけどイメージわからないとか、意外と誰も教えてくれないみんなが迷うポイントだと思います。早速動画で解説していきたいと思います。それでは行ってみましょう。それでは正しい使い方って一体どうやって使うのみんなが迷いがちな事業主。 授業しかしと授業のしかりについて解説していきます。 本日の内容です。まず、ね、この事業主官庁ていうものがどういうものかについて解説します。これ、使い方、本当にみんなさんが迷うポイントかと思います。そして、実際の使い方パターンを次に紹介していきます。このパターンを知っていると、分かりやすくなるんですね。この時はこうなんだっていうふうに、最初はパターンで使っていくと、あ、そういうことなのかとか、事業主仮にすごく便利な科目じゃないかっていうふうに気がつくと思います。そして最後は、確定申告の処理について解説したいと思います。そして最後ね、まとめしたいと思い それでは早速事業主勘定について学んでいきましょうそれでは事業主勘定についてですこれは自営業のみ個人事業主のみ使う勘定科目になります法人はこの科目はないんですよねですので本当に個人事業主のみ使う項目になってきますこれは事業主貸しというものと事業主借りという2つの種類がありますこの2つを使い分けて事業主勘定というのを使うんですけど名前が似てるためこの事業主貸し 事業主借りということでここだけ違うんですよね。漢字が詰まっているので皆さんすごく迷わせられるポイントになってます。もうちょっと分かりやすい名前にしてくれたらよかったのにっていうふうに思うんですけど、まあそれは仕方ないことなので事業主貸し事業主借りがあるっていうふうに覚えてください。で、この事業主貸しと事業主借りを使って要はプライベートのお金と仕事のお金のやり取りをするということですね。このようにイメージをしてください。そして自営業の場合はですね、仕事とプライベートのお金を完全に区別することが難。 難しいというここととで特別にこの事業主し事業業しりふうに考えてください。ですので、自営業ならではの科目ですね。法人というのは別人格というふうに分けますので、口座もカードも法人の名前で作って、このプライベートとこう混ぜるということはしちゃいけないというか、できないんですけども、自営業の場合は、仕事とプライベートのお金を完全に分離するということがなかなか難しいということで、この事業のしかし、事業のしかりという感情があります。もう一つのポイントとしては、自営業、オーナーには給料という概念がないですよね。お店のとこから 毎月ね、いくら給料が出すっていうような会社員のような感覚まあ役員の感覚っていうのがないのでこの自営業には給料が概念がないというポイントから生活費とか自分のお小遣いっていうのはどうしたらお店のとこから持ってこれるのっていう疑問が起こると思うんですよそれの自分のお店から自分のためにお金を持ってきてはいけないの生活費とかどうすればいいのっていう時に便利で使えるのがこの事業主貸し事業主借りというものですなのでプライベートと仕事のお金の引き渡しをこの2つの環状 を使ってしていくんだというふうに思ってください次のスライドでね具体的な使い方パターンを紹介していきます使い方の具体例ですまず事業主貸しのパターンから説明していきますこれはどういうものかと言いますと仕事用のお金事業のお金を自分のために使用したパターン自分のために使った場合は事業主貸しを使うと思ってください例えば生活費 8万円を事業用、仕事用の口座から、もうこれは現金でもいいんですけど、仕事用の口座、聞き出す場合ですね。これはこのように仕分けをします。事業主貸し8万円。ここで事業主貸し勘定を使うんですね。そして、事業用の口座から引き落としているので、普通預金が8万円減ります。という形で、生活費やえ何かね、自分のものを購入する、プライベートのものを購入するときに事業主貸しを使います。こうすると、事業用の口座から自分の生活費を出したり、まあ自分の要は給料みたいなものですよね。出したり、 お小遣いを出したりすることととがでできるるよううになるというここす。これ、必ずつけるようにしてくださいね。これ、漏れてる方が結構いらっしゃって、記帳してないとか、把握してないっていう方がいるんですけど、これは本当に後々紹介しますけど、ずれる原因になります。ご自分で特に確定申告されている、普段の経理を自分でされているって方は、漏れている項目が多いので気をつけてください。でこちらがね、先ほど言ったように、口座だけではなく、現金のケースもあるかと思います。次の例です。このパターンもあるかと思います。どうやって経理をつけるかと言います と事業主貸しし5万円という,ふうにしますそして今回はね仕事用の口座から引き落としがあったということなので普通預金5万円減って普通預金5万円となります。これ例えばどういう支払いかって言いますと国民年金がね事業用の口座から引き落としされたとか国民健康保険が引き落とされたとかあと例えばプライベートの何かが引き落とされたとかあとね車のローンが引き落とされたとかいうふうに事業用の口座から自分のプライベートのお金要はお金を自分のために使用した場合はこの事業主貸しという漢字を使って事業用の お金から自分のプライベートに支払いたいもののお金を引っ張ってくるっていうイメージです。これもね、事業用の口座からってありますけど、現金の場合もあるかと思います。お客さんから売り上げが入って現金でもらったと、その現金から国民に健康保険を払う、国保を払う、もしくはプライベートの何かを払うという場合は、同じようにここが事業主貸しにして現金になるかと思います。このパターン、覚えてください。 次の使い方の具体例は、事業主仮のパターンで解説していきます。これはどういう場合かと思いますと、事業、ビジネスの必要なお金を先ほどとは逆で、個人のお金から、プライベートの方のお金から持ってきた場合です。では、どんな場合が該当するか、例で見ていきたいと思います。例えばですけど、資金が足らなくなってえ、プライベートの口座から7万円持ってきますよってことです。これはビジネスのね、資金、お金のね、まあ、要は資金繰りがうまくいかなくなってしまって、とりあえず一旦、プライベートのとこから持っといて、後で返そうというようなパターンが該当する。 するかと思います。この場合は、このようになります。普通預金にね、七万円持ってくるので、普通預金が増えます。そして、ここで相手科目が事業主、仮を使うんです。 事業主仮7万円になります。プライベート口座から持ってくることもあれば、プライベートの現金の時もあるかと思いますが、現金の場合で持ってくる時でも、こっちの普通預金はね、7万円で増えますので、こちらそのままで、こちらも現金から持ってきたとしても、プライベートの現金は一緒で、事業主仮のお金になりますので、ここはそのままになりますね。あとはですね、このプライベート口座っていうところなんですけど、これは自分のね、家庭のとこから貯金してるとこから持ってくるケースもあるので、まあ、借りてくるイメージですね。一旦ちょっと事業のお金が足らなくなったから、プライベートのとこから持ってきて、 来ててととかしのごうといういい。イメージで来てください本来ならちょっとあってはいけないことなんですけどたまたまねもうちょっとしたらまとまったね売り上げが入るとかあか入金があるということで一旦とりあえず借りるって感じですねでどうしてもっていう場合もあるかと思いますのでこういう時にはこのように仕分けをしてください要は事業主借りを使うっていうことですねでこの持ってきたお金なんですけどまた返してもいいですし事業の場合はそのままもうこのまま持っていても別に大丈夫です構わないです借りなくてもいいです結構皆さんきっちりされている方は大事なねプライベートもしくは家族の なんか貯金のとこから持ってきたので7万円借りたのはそのまま入金があったら7万円返すっていうような方もいます、はい、そして次のもう一つのパターンです要は事事業業に使う消耗品なり経費4,000円を個人事業主の財布から払ったんですこれも結構あるあるなんじゃないでしょうか例えばね買い物に出た時にあそういえばビジネスで使うあれをついでに買わないといけないんだと思い立ったんですけどその時にねお財布を両方持ってたらいいんですけど自分のプライベート用の財布と、まあ、事業用のお金が入ってる封筒なり財布も持ってればいいんですけど持ってくるの忘れてたとか 手元、事業のお金がなかったら、多分一体皆さん、建て替えたりとか、まあ、プライベートのお財布、自分のお財布からね、出したりすることが、ただあるかと思うんです。その時に使うのが、事業主借りです。じゃあ、実際に、例えば、消耗品、何かね、プリンターのインクとか、ビジネスに必要なもの、経費になるものを4000円使ったとします。そうすると、消耗品4000円で、事業主借りが4000円になります。こうすると、プライベート、要はオーナーの財布から出したものでも、経費に上げることができます。ってことはですね、これ結構他にもパターンがありまして、事業のね、使う経費が、例えば、個人 個人事業の通帳から落ちる場合ってあると思うんですよ。まだ引き落とし先をプライベートの方の通帳にしてる場合とかあるんですけど、それも同じように、ここにね、使った経費名を上げて、勘定科目を上げて、事業主借りて上げていくと、要は個人事業の財布から、もしくは通帳から使っているプライベート用のカードから引き落とした時も、この事業主借りというのを使えば、経費に上げることができるという、すごく便利な科目になります。で、気をつけておかないのは、ついつい財布から払ったものを経理でね、忘れちゃう場合があるので、きちんと経費に上げたい場合は、レシート残っていると思いますので、 レシート領収書を持ってきちんとこの処理をするようにしてください。個人事業主のところから払ったんだよねっていう処理をすることが大事かと思います。先ほど言ったようにこれらをしないと、要は資金が足らなくて個人から持ってきた、もしくは逆に、えー、と仕事用のところから自分の生活費、お金を出した、お小遣いを出したっていうこの経理の取引をしないと経理上の数字と実際にリアルにこうある、ね、金庫の中というかレジの中のお金がずれてきます、大きく。でよくあるのがが経理上はお金が えとすごくたくたさん残ってるでも実際にそんなにレジと今手元に現金ないですこんな100万も200万も残ってないんですけどっていう方は大体この処理がしてない方がすごく多いですこの処理を知らないもしくはしたことがないもしくはよく分かんないからしてなかったとか、まあ、あとはついついねこの個人事業主の財布から支払っていたものを経理に記録してこなかったってなると数字がずれる原因になりますですので必ずここは仕事用プライベート用のお金の引き出し行ったり来たりっていうのは必ず記録するようにしてくださいそしてもう一つのね3つのパターン今度 仮の3つ目のつパターンを紹介しますこれは事業用の口座に利息150円が例えばついた場合じゃあこれはどうすればいいのかと言いますと普通預金に150円利息がついたとしますねそうするとこの利息も事業主仮になります要はビジネスの売上での入った収入ではなく ただ単に口座に利息がついたものなので、プライベートの,、えー、なんていうのお金が増えたっていう風に捉えられます。皆さん、ここもよくね、間違いやすくて雑収入にしたりし、受け取り利息っていう風な勘定科目を使う方いらっしゃるんですけど、これは事業主仮で利息がついた場合は処理をするっていうパターンを覚えておいてください。大体ね、必要な、特によく使うであろう、この事業主貸し、事業主仮のパターンは、この以上紹介したものになります。ぜひね、皆さんね、このパターンを覚えて、この時はこういう風にする、この時はこういう風にするっていうことで、 経理の方うまくしていってくださればと思いますこれ本当皆さん迷いがちでねどうやってこの事業主貸し事業主借りをの科目使えばいいんだろうっていう迷いがちのポイントかと思いますはいそれでは最後ですね確定申告の処理はじゃあどういう風になっているのかと言いますとこれは青色申告の場合なんですけどこういう用紙があると思いますこの青色申告ね収支内訳書っていう書類の4ページ目にここ赤くしてあるんですけど事業主貸し事業主借りという項目がありますここにね1年分の金額をここにとここに入 入れる項目になりまして。で この4枚目の用紙っていうのは青色申告控除の65万円、55万円控除をもらうためにはこの4枚目の用紙の作成が必須項目となってきますのでそちらをね、いつもね、青色申告で65万円控除、55万円控除を狙っている方は必ずここに入れてください。そして今日説明した事業主貸し、事業主仮っていうのはどこに入るんですかっていうとここのところに数字が入ってきますのでここにね、あるんですよっていうことを覚えておいてください。そして翌年には実はね、事業主貸しと事業主仮は相殺されます。そして翌年にはゼロになって この元入れ金というところに、まあ、プラスになるときもあればマイナスになるときもあるんですけど、総裁によってね。で、ゼロスタートに次になりますので、ここはね、年が終われば1月1日から12月31日で、えー、自営業の場合は一旦締めがきますので、それが終わると次のときまたゼロスタートから始まるということを覚えておいてください。とりあえず今回は事業主、貸しと事業主仮の使い方、よくわからなかったとかね、みんなもよく迷ってるっていうんですけど、このパターンで紹介すると、ちょっとね、使いやすくなる、もしくは正しい処理ができやすくなるかなというふうに思い、動画にさせていただきました。ぜひ漏れのないよ これ漏れれてててててししししまままううとと数字がずれてききてまいいまいすのできっちりと経理で記録くくようにしてくださいはい、それでは今後も自営業やフリーランスに役に立つような内容をしていきますのでチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いしますコメントや感想グッドボタン高評価ボタンぜひぜひお願いします励みになりますのでお待ちしております他に私はインスタツイッター TikTok もやってます TikTok の方はね初めて半年で5万4000人ぐらいフォロワーがいますのでぜひそちらの方もね気になるって方はチェックしてみてください、えー、概要欄のね URL から全て飛べるようになっています、はい あとオンラインサロンを運営しています税理士川南の会議室ということでとオンライン上に税理士を味方につけようということで月額制の完全改正 Facebook の非公開グループで運営をしています相談や質問はメンバーになるといつでもすることができます普段料金表だと1時間1万円の料金いただいてるんですけどメンバーになるとこの質問や相談がオンラインでいつでもねしたい時にできるっていうのが大きなメリットかと思いますそして税理士の裏側も公開しています私がねどうやって普段ビジネスをしてるかとか YouTubeTikTok の、ね、裏側もしくはね YouTube の先の今度こんな動 出しますよっていう先行情報や税金の情報、新しい補助金情報なども全部オンラインサロン日本にだけ投げておりますので、これが2つ目のメリットかと思います。そして3つ目は、ズームサロンというものを定期的に開催しています。これはズームでメンバーと私とかコミュニケーションをとる場で、まあ、異業種交流会になったり、情報交換をしたりする場になってますので、もちろんね、そこで何か聞きたいことがあれば聞いていただいても大丈夫です。オンラインサロンについては概要欄にね、URL 貼ってありますので、気になる方はぜひクリックして参加の方お待ちしております。 から50人あたたたりりりり行ったり来ししてていいる今状況ですす皆さんの参加おお待ちしておりますはい、それでは本日の動画も以上になります。皆さんね、授業のしかし、授業のしかり迷うポイントかと思いますけど、今回のパターン、この動画を見ていただいて、多少はイメージできたんではないでしょうか。それでは本日の動画も以上になります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。